駐在リポートです。この度淡路島に新しいブランドが誕生しました。その狙いとは。淡路総局のみこそカメラマンが取材しました。玉ねぎにハモ、シラスなど淡路島生まれの名産品の数々。そして忘れてはいけないのが淡路島で生まれ育った淡路牛ですが、そこからこの度新しいブランドが誕生しました。この度淡路島の名前のついた牛革のブランドが誕生しました。淡路牛の革を使った淡路島レザーです。先日そのブランドの商品発表会が淡路島の淡路家畜市場で行われました。発表会では5人の作家が作った革製品が登場。淡路島レザーを使った財布や靴、さらにはこんな椅子まで、バラエティに富んだ作品が披露されました。なぜ今淡路牛の革を使ったブランドを立ち上げたのか。淡路島レザー協議会の高原代表に聞きました。きっかけはですね、新型コロナウイルスの影響で淡路島のお肉の消費が、減ったということと、あと牛革のですね、単価が下がったということで、淡路島レザーという新しいですね、ブランドを立ち上げることによって生産者の、助けになればいいなと。淡路島では島全体でおよそ1万9000頭の牛が飼育されていて、そのうち淡路ビーフとして認定される淡路牛は年間200頭ほどしかいないといいます。その淡路牛を育てる洲本市の五色ファーム、ここで牛たちはおよそ30ヶ月にわたり皮を傷つけないように屋内で丁寧に育てられています。定期的に今やれます。20分ぐらいですか。逆に逆らってブラッシングしちゃったら古い毛が取れて良くなるんです。淡路牛の皮から生まれた淡路島レザーの特徴とは。南淡路市で革製品の工房を営む革職人に話を聞きました。革はすごくいいです、今まで結構海外の高級レザーいろいろ使ってきたんですけど、全然遜色もなくて、同じぐらいのレベルで使える革だなと思ってます。井口さんは淡路牛の育て方に淡路島レザーの特徴があると言います。外で牧場で放し飼いっていう飼い方してたら、どうしても体かくのにこう体有刺鉄線とかに擦ったりとか、虫刺されとかもあるし、やっぱ皮になった時にそういうのがあんまり多いとちょっと使いにくいんですけど、淡路島レザーはそんなことないと思います。傷は少ない方やと思います。一方、淡路島レザーを使った商品を作る作家の丸林さんも革の印象をこう話します。私もちょっと今まで扱ってきた革でちょっとなんか初めてな感じはしてますね。自分で作ってみるとすごい しっとりっていうんですかね、もっちりというんですか、なんかよくイタリアンレザーで油がたくさん入った皮があったりするんですけども、それに匹敵するぐらいに正直自分で作っててもいいなという実感はありましたね。傷もなく柔らかな風合いを持つ淡路島レザーの商品にはもう一つ仕掛けがあります。作られた商品一つ一つに
牛の個体を識別する証明番号が付けられます。これは飼育中にも付けられている世界に一つしかない番号で、すなわちどんな牛から商品が生まれたのかを遡ることができます。この番号にも淡路島レザーへの思いがありました。そういう取り組みされている川が自体は非常に少ないので、その製品を取った時に番号で、検索していただくと、まあ、その牛がいつ生まれたとかどこで育ったという情報が全て分かるんで、まあ、淡路島に興味の、ね、ある方でしたら、より強い愛着が湧くのではないかなと。今回をきっかけにですね、淡路島の資源の中で、まあ、生かされてないものっていうのが、まあ、他にもあるのではないかなと、まあ、淡路島のブランドとして生かしていくことによって、まあ、作家であったり、まあ、生産者に、まあ、スポットライトがあったり、それを受け取った消費者の方たちが淡路島に興味を持っていただき、盛り上がっていけばいいなというふうに思っております。